久保さん、今回は1万円稼ぐのは簡単だ。簡単。1万稼ぐのは簡単にしましょうか。1万稼ぐことは簡単。到着しました。オリックスビップカードが届きましたよ。ビップカードが。これじゃ審査通りまして、A8 のセルフバッグ、キャンペーンやってて、1万円月収でございますね。しかも、50万の枠をいただきましたので、何かあった場合50万借りれます。で、金利17点何パーだったかな。金利が確かね、17%ぐらいですかね。多分、すみません、17%ぐらいですね。まあまあまあ高いですけど。借りれますね。で、まあ何と比較して簡単なのかっていうと、コンビニで時給1000円で10時間働くよりめちゃ簡単です。入力作業をするだけなんで、10分ぐらいですね。10分ぐらいで、まあ、オリックスさんから電話もあったんですけど、まあ、対応5分ぐらいですかね。まあ、在籍確認とか本人確認とかで5分。まあ、実質は5分ぐらいですかね。まあ、その待ち時間とかも入れると10分ぐらいかもしれないですけど、ただ、トータル、作業レベルで10分でしょ？その電話の受け取りで、まあ、10分ぐらいでしょ？ 20 分ぐらいですかね。でもコンビニで時給1000円で1万稼ぐって言ったら10時間働かないといけないんですよ。僕働いてるかっていうと働いてないですよね。全く。1万稼ぐのに、まあ、これが働いてるって言われると、あ、そうですかとしか言いようがないですけど、僕としては全く働いてる感覚がないです。入力して。しかもその入力も自分の住所とか入れるだけなので、これ住所を入れることが働いているのか。働いてないよね、みたいな。これ知ってるか知らないかと、知っててもやるかやらないかですよね。まあ、あとは、まあ、このローン審査通るか通らないかっていうのは、もちろんあるんですけども、まあ、知っててもやる人いないだろうし、だからね、結構ね、僕の億万長者合宿の久保さんとのやりとりで、やっぱその、いまだに久保さんがね、やっぱ自己アフリエイトやってるわけじゃないですか。僕もちょっとやろうっていうと。まあ、あとカード系の動画もちょっと戦略ができまして、それでね。だからこの億万長者合宿のおかげでございます。だ昔ね、多分ね、独立した時は、まあ借金あったっていうのもあったんで、まあ何も通りづらかったのもあるかもしれないですけど、でセルフバックやってなかったんですよ。だ億万長者合宿やり始めてからですね。いまだに久保さんやってんのかみたいな。僕もやらんとな。じゃあ俺カード攻めようみたいな。で、その、動画のネタとしてもすごくいいので、なんで、こう、一石何鳥にもなるわけですよ。ありがたいことに。だから、まあ、知っててもやらなかったし、でも今やってます。どうすか、やってますか？で、この前僕、JCB のカードも審査通ってきたんで、まあ、2万円ぐらいは稼いでますね。じゃあ、2万円をコンビニで稼ぐってなったら、20時間働かないといけないですよね。で、僕の場合は、これで終わりじゃないですよ。これでめっちゃか、あの動画撮るので、ね、これで動画撮るんですよ。で、多分それで2、3万稼げるんですよ、また動画で。まあ実際僕のカード系の動画でも広告収入で、まあ全部含めると多分2、30万はいってると思います。全部のカード系の動画の広告収入は。多分それだけで30ぐらい生み出してるとは思いますけどね。いっぱい撮ってるんで、カード系は。で、単価も高いですし。だからまあ、ありがたいですよね。この前びっくりしたのが、データ見てたんですけど、クレジットカードのチラシみたいのが来たんですよね、チラシ。チラシって捨てますよね。で、僕そのチラシに、どういうチラシだったかっていうと、こんなカード持ってませんかと。過払い金ありませんかと。過払い金戻りますよ、みたいな、チラシだったんですよ。で、この法律事務所に電話してくださいみたいな、こんなカード持ってませんかみたいなチラシだったんですけど、普通捨てますよね。僕それを使って動画撮ったんですよ。で、その動画が広告収入8000円ぐらい稼いでくれてるんですね。6000円だったかな。6000円か8000円です。わかります？つまり、ゴミからのお金を生み出してるわけじゃないですか。捨てますよね。なんだこれいらねえみたいな。で、興味ある人は見て電話するかもしれないですけど、僕、電話しないけど稼げるっていうね。だから、これも知ってるか知らないか、やるかやらないかですよね。ゴミからでもお金を生み出せるっていう。だから、YouTube って本当ありがたいですよね。だって、一歩もで、だって、そんなね、だって、DM のチラシなんか勝手に入ってくるじゃないですか。
だから勝手にネタ提供してくれるわけじゃないですか。あざまーすみたいな。一歩も家から出ず、DM のチラシからお金を生み出すみたいなね。多分普通の人は多分ない、そういう考え方とかあんまないと思いますし、これはでもね、その考え方を持って、知識を持って、あとは遂行してやって、実績作るってことが大事ですね。まあ僕はもうデータ見てるので、あ、こういう感じで結果出るんだなっていう。まあ久保さんもね、自分のデータ見てるんでわかると思いますけど、まああとはもうやるだけですね、ひたすら。まあだから0円からいくらでもお金を生み出せるなっていう。ゴミからでもお金を生み出せるし。あとは、まあ、コンビニのね、10時間バイトするのか、2万稼ぐのに20時間労働するのか、どっちでもいいと思うんですよ。どっちがいいですかっていう。